きです。はい、よいしょ。はい、飛んでる。いいね、今の、今のいいね。せやねー。 D が高かったかもしれん。誰ちょっとスイングはまあまあ良かったと思わない？うん、良かったけど下から入ったよね。せやねちょっと下から入ってしまった。なんかさ、久々に食らうね。久々に会うとやっぱ食らうわ。そうだよ、うん、私も久々に声張ってるから、言っとくと噛んでるやばい。なんかあんまりさ、普段こういう感じで喋るとさ、うん、適当なの、バカにしてんのってなっちゃうじゃん。だからさ、ちょっと抑えてたの、うん、もうついついこうって言っちゃうのをね、抑えてたの今まで。普段はい、はい、ゴルフの時とかみんなといる時とかさ、うん、やってる時とかはさ、うん、言われたらすぐやるじゃん、うんうん、もうそれを抑えてた。抑えていろいろ過ごしたわけね。そう、久々に出ない。声張るけど噛むっていうね。そう、えとみたいになっちゃう、うん、面白いわね。どうしちゃったんだよ、本当に。150か、遠いな、意外に。154ヤードです。私が適当に言ってるみたいな感じ。やめてもらっていいですかつって。そう、私が言った後に読み上げないでくるって感じ。5番ユーティリティで打ちます。150ヤード。はい、ナイスー。はい、でもグリーンでかい。いいじゃない。よかったよね、今ね。リンゴルオープンの時にはもうちょっといい感じに打ててると思うな、多分ね。うまし、やばいよ、リサちゃん。うまいよ。コロンコロン来なかったね。今、ほんとリサちゃんが打つ瞬間、くしゃみ出そうでさ、耐えて、って言ってたんだけど、聞こえた？よかった。いや、ほんとに、いや、ほんとに、こう、ぐらいな感じだったの。めっちゃ我慢して、歯食いしばった。我慢したね。褒めてくれ。褒める褒める。よーし。言った。最近褒められないから嬉しい。もうなんか、面白いね。ね。楽しいね。だいぶ溜まってるよね、じゅんちゃん。なんかストレスみたいな。嘘。ストレスみたいな、溜まってる。なんかストレスみたいな溜まってる気がする。大丈夫？大丈夫だよ。大丈夫。本当に大丈夫。大丈夫。泣いてもいいんだよ。対応力やばいな。純ちゃん何の対応力ね。年齢見て何近っ。近いリサちゃん。もうありがとうございます。前の組のおじさまが拍手をくれました。さすがやん。キュー。はい、パターとかももう取りに行かないと。いらないのに渡すっていうね。オッケーだよ、もう。ナイス。バーディー？はい。ナイスバーディー。オッケー。ありがとうございます。いただきます。いただきます。やっとバーディーだって。念願の？念願の。で、ピッチマークは皆さん直してくださいね。こういう、はい、バーディーだからって浮かれてる場合じゃないですよ。ね、浮かれて喋ってます。浮かれて喋って私だよって。
本人行かれて喋っております、ね、これ直してください。バーディーを取った感想は、もう嬉しい。嬉しい。いいね、この小さな喜び。小さくないから。めっちゃ嬉しいから。めっちゃ嬉しいから。この喜びがあるということが素晴らしいよ。本当に。今日の一番を求めてゴルフしてるんだから。そうだね。うん、前150ヤード7番だったんだけど、今は6じゃないと厳しい。ちょっとアウト。あら、あれ？はいはい。今超バラバラだったと思う。スイングマジバラバラだったと思う。私も左。あ、木に当たって下に落ちたよ。誰でゆっこ。あ、でも止まったよ。もう、あ、違うよ。ちょっと右出ちゃったんだな。曲がるの。なるほど。最初はまっすぐかも。最後ちょろっとぐらいかな。最後ちょっとだけだよね。ナイス。パー、よかった。パー。ナイスパー。いいね。気合入れてくよ。えい。赤い木？あの赤い木を狙いたいと思います。はい。おお。戻ってきてー。でも、あ、いいんじゃない？ナイスキックっていうことで。うん。当たりもいいと思います。ね、ちょっと思ったより左行くんだけどね。手の位置を下げてみました。言ってるね、なんかずっと。なんか言ってるよね、うん。手の位置を下げる。手の位置を下げる。言ってるね。うん、こうなってたから、やって、うんうんうん。やった。クラブ帰るようになったでしょ。そう、帰るようになった。うん、あと、なんかこう引けるようになるよね。うんうんうん。純ちゃんのイメージね。そうそう。このね、手を。そういう発見をさ、ラウンド中にできるのがいいよね、うん、やっぱ一番。あ、そうだね、うん、なんか、あ、一日終わっちゃったじゃなくてさ、うんうん、いろいろやって、うん、あ、もっとこうじゃん、うん、なんか、ね、100% のショットを打とうとすると、うん、変えられなくなっちゃうけど、そうそうそうだね、いろいろ試した方が、そうそう、意外と近道だったりする時もあるよね、うんうん、8割ぐらいとか7割ぐらいのショットで
試してくと、うんうんうん、しんどくないよね、うんうん、ほんとそれは言えるね。なんか違うからね、練習場とさ。そうね、コース気持ちが入るからさ、やっぱ、うん、そうだね、うまく打たなきゃみたいな、うん、ライナー、 OK ライナー、 OK ライナー、何やるかわかんないけど適当じゃん適当じゃんねこの関係性は結構旅、この旅企画でこういう風になってんね、うん、そうだね。それまでそうでもないっちゃそうでもないもん、ね、うん、ただあのニューカレドニア第1弾でさ、うん、あ、なんかこう合うよね、合うなみたいな、そうそうそう、あの時さ思った、あーみたいな、うん、やっぱり、うん、その時はねうちら言わないんだよねなんかちょっとあれちょっと違うなって思ったこととかちょっと我慢しちゃうじゃんで、なんか後でそういえばさあの時みたいな感じで話すと、うんうん、あ、リサちゃんもそこだったんだみたいなね、やっぱり、うん、だいたいさなんか言ったけど合わない会話がさえーそうだったっけとかなっちゃう時もあるじゃない、うん、人によって、うん、でもさそこはさなんかリサちゃんとさ気づくところが一緒じゃない、一緒だって一緒だった、ね、やっぱ旅っていいよ、旅はさ分かるよね旅ってなんか一瞬でこう近くなれる気がする、ね、うん、よし、何ヤード70ヤード、うん、そうだね、どういう感じ？俺はちょっと52度で手前から転がっていく感じで、ドドドドッと行っちゃうけど、そのままドドドドッと行きます。後半ちょっと下入ってバンカー、そうね、怖いな。ありえるね。でしょ？さっ、どう？よき。本当集中しないでこれ下入るからね。飛ばしすぎたかも。飛んでった。そして全然ほぼ違った。ああ。甘い。ああ。なんか打ちづらそうだったね今。持ってったけど方向まで持ってけなかったなーって感じ。私は逆に上からベタっていくわ。なるほどね。もうピンドマン。ドマン。ピンドマンベタ。ちょっと恥ずかしい打った瞬間にえって感じだった今リサちゃんらしからぬなんで止まったの今普通に深かった、あ、深かったのね、いつも抜けがないなって抜けなかったよね、抜けなかったよね、そんだけ下ってたね。そうだね。ってことはこっちも切れる、ね、そこまで下ってるようには見えなかったけどね。そう。うわー。オッケー。スリーパッドで始まってスリーパッドで終わりましたよ。
ティーパット。楽しい。入れよう。切れるじゃん、ちょっとだけ。ボギーです。あー、やっぱ切れたの。仲良くスリーパッドだね。そうね、ガックし。まあでも今日は、うん、とても楽しかったので。そうだね、楽しかったね。仲良かったと思います。仲良かったね。なんだそのコメントは。我慢って良くないね、いろいろね。我慢は良くないですよ皆さん。まあ、自由にするっていうのもね、いいとかっていう話ではないけども。何の話してんの？いろいろな話。あー、ボギーつらい、最後。最後ね。いくつ？2オーバー。の、すごっ。つら。2オーバーってことは？3球3鉢。さすが。4243。まあ安定してますね。いや、よかった、よかった、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。中伊豆グリーンクラブ、うん、どうでしたか？あのね、ビューが良かった、すごく。あ、確かに。あの、富士山はちょっと今日天気が悪かったから見れなかったんですけど、ティーグランドとかの眺め、とか結構ブラインドがないからすごくいいなって思いました。景色はすごい綺麗っていうか、良かったですよね、芝の状態も。いや、ほんと良くて、グリーンもね、綺麗でしたね、ラウンドすごいしやすかったです。あとやっぱほら、レディスティが結構ちゃんと狙えるポジションに、あの右端とか左端とかじゃなくて、ちゃんとこうセンターとか狙いどころに打てるようなところにあったから、攻略性もあるし、さっき純ちゃんが言ってた女性にも優しい、いろんなこう特典があるっていうのは結構ね、おすすめだと思います。おすすめですね、やっぱね、こっち、まあ、都内の人だったらね、泊まり、温泉旅行兼でね、いいね、来てもらえるとね、新幹線で来れるし。そうだね、温泉してゴルフはいいね。いいですね。というところで、久々の純理さん旅企画、はい、いかがでしたでしょうか。はい、皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。はい、フフフフ。